ジェリンです。どうぞよ。終わったマジでこれ。終わったもう全然ダメじゃないのこれ。なんなんだよってマジ不良ババア着外なんですけどっていう。どこまで落ちたんだよっていう。飛んだバカ野郎だよっていうマジで。松の子で飯がうまい。お前こそこうなるみたいなマジでこれ。10って何焼いとんねんみたいなこれ。何焼いてるんですかみたいな。PC 音入ってるせいで演技まる。どう答えんだから。PC 音、もう出先ですけど何か問題だよみたいな。小説書いてねえよだから、出っ放しだよっていう。そう。木村氏はもうそうだもう終わりだな。もう本当に、相当大変よみたいな。この馬はもう終わっていい。どういうことなんだから。そういう演技とかいらないからって、これ、演技終わってませんが、みたいな。そう。この成績なら安心して引退させるからよかったよ。そういう問題じゃねえよって、これ。どうすんだよって、これ、マジで。本当に、もう何もないのかっていう。マジで、通算453回目の、終わったーっていう、これ。そんなにありましたかみたいな。マジで。どうす、誰か走ってたのって、スマイル55ですよ。スマイル55はね、まあ走ってたんだけど、まあ予想通りというか、なんつうか、もう全然ダメなんですけどっていうマジで、どうなってんねんってこれ、しんちゃん今日も配信楽しかった、終わってないマジで、これこそまだ終わってないっていうマジで、どうもクソもないってあるだろっていうバカ野郎マジで、どうなってんだよってこれ、そういうことで、まあ、本日もね、スマイル高校、反省会、取り行いたいと思いますっていう、マジで、早く引退させても無理金の無駄っていう、これ、なんだ、ここまで弱い馬見たことあるマジで、俺はない。どうなってんねんっていう、汚い顔出せないのかなっていう、まあ、ちょっと今日は、出先につきね、カメラございませんってことで、こんな感じ。まあ、汚い素顔が映るだけなんで、ちょっとカメラは切っておりますっていう、そう。ある意味安心の平常運転って、君だからね、ちょっと安心感が伝わってくるわ、マジで。そう。走るのに不向きなんだよ。適正。まあね、ちょっと、もう無理なのかしらっていう、マジで、っていうことで、これか、昨日だっけまあ、C さんのサンスラー、どうにもなんねえみたいなマジで。もう出しちゃうんだけど、マジで。こんなタイム良さそうに見えるけど、大したことないからね、マジで。大したことないからねっていう。声掛けして、勝つと1人5000円ずつ払わないとダメ。それ野球じゃねえかよって、これ。なんか賭博を連想させるから、そういうのダメな感じみたいな。そういうんじゃないかなみたいな。そう。栄新ブランドに飛びついて相談もなく買ったバチ当たっただけ。その余波を受けた馬はかわいそうという。まあもし俺が持ってなかったら、こいつ今これどうなったかみたいな。久しぶりにパドック見たけど少しうるさかったのにゲート内でもうるさいからスタート踏まえちゃった手が弱いんだけどっていう。まあ、最後の言葉。最後のこの1、2、3、4、5、6文字に集約されてますけどみたいな。移籍させるなよ。こんな馬つけられても困る。まあ、ぶっちゃけそうだよねっていう。そこは、まあ、ぶっちゃけ感じてるっていう。どうすんだよってマジで。顔の色しただけでも用意して。まあ確かにね、そんなのが、ちょっとこれ、今後調達してこうかしらみたいな。ちょっとその辺はちょっと考えるわ。そう。両馬で B の馬が、重馬だと B にはならない。飯田さんに言えば、馬は頑張ってますから。まあそういうことですね。はい。重馬だとそれなりに来る。でも、着外は着外みたいな。ダバはダバみたいな。頑張ってるけどね、マジで。そこは認める。マジで。頑張ってるけど、まあ、何か足りないとか、まあ、全ては足りないんだけど、5が一番若いんだなっていう。まあ、一応ね、4歳ということで、8番人気で6着ジャマイカっていう、まあ、馬主的には何にも変わらないっていう、まあ、っていう感じですねっていう、昨日の動画ないの。見てみようか。ちょっとお祭りさんの動画ありますかってことで、Google プラス、Google プラスと。でも、ここ数層で一番真下内容だけどっていう。まあ、さすがにね、不良馬場で若干走るっていうところは、まあ変わらずっていう。ログインしてないのか、これ。ちょっとログインするわ。よし。ということでね、ちょっとログインしてやったぜっていう。あ、1ってなってる。ね、ごますりさんありがとうございますって言ってみようか。早速、ありがとうございますって55ありますっていう。特別なレースを55も走ってる。頑張ってる。ちょっと長いわ、これ。ちょっとなんか文字多いわって、これ。今なんか文字多いなって気づくのにちょっと時間かかったっていう。そうそう。これは中間ぐらいの条件戦ですかっていう。どういうこと？中間ぐらいっていうか、全然まあ、マックスここで戦うしかないけど、その他の最下位みたいな。マジで。ちょっとこれ、まあ、YouTube に行きまして、おはようございます。若干なんですね、これ。お願いします。日曜日の晩ご飯が結構雨が強く降りまして、その影響もあって、こんな感じか。これで行こうぜっていう。そうですね、まあ不良ですけど。ね、この中ね、台本通りの受け答えみたいな、これ。ですけど、まあ。止まってるから大丈夫かな。マジで。いただきマンモスクイックってことで、まあ別に馬券買ってませんけどねっていう。さあ55ってことで。なんかね、とりあえず今気づいたんだけど、俺なんかイヤホンつけてんだけど、普通にパソコンから音が出てるっていう。そして止まった。クソ回線ってことで。なんか、何がハゲてるんだからそのままじゃねえかよ、これ。金ないんだからそのままじゃねえかっていう。もうひねりなさいっていうね。そう。ね、今日の馬場でっていう。本当に、それしかないんだよ、本当に。マジで。もうな、もう言っていいか、マジで。残された時間がないんだよ、ここには、マジで。ない。残された時間がね、もう残り。ないっていうことで、頑張ってもらうしかないんだよ、だからそんな黄金ね、マジで動画見てる最中黙ってって配信だろって、これただの動画再生してるわけじゃないよっていう。その他地方、尼崎県は雨が降っておりますので、今ちょっとやるのかもしれないんだけど、あとはとにかく地域を変えたくなったっていう。まあね、なんかね、幅出た気がしないでもないみたいな。これがいらんねん、マジで。これと半妙がいらんねん、マジで。恵みの雨がちょっと降ってまいりまして。来てくれんねんっていう、これ。本当にいらん。マジで。おい、これもペイチャンネルでしこったかって、ペンチャンネルとかめっちゃ高いから、もうそれでなんか、領収書にペイチャンネル1000円とかも載ったら、お前完全にもうクビだろっていう、マジで。運もない、損ばかり終わったっていう、これ、クソじゃねえかよ、これ、KUSO じゃねえかよ、これ、おいったねんって、マジで。まあね、これちょっと馬場、内側がまあ1等分、まあ深くてみたいな感じだから、まあ逃げ打ち的にはね、ただまあ、こいつな、2走連続半妙、まあ、重罪はっていう、ちょっとなんかもうレース、変えてくれませんかってマジで気使ってさ、もしかもなんか勝ち上がって上行ってくれませんかっていう半妙マジでクラス替えだよ、クラス替え3着に入ってんだからっていういらんねん、これがマジでこれがいらんねんっていう。来たな、スターターいったよってことでかっこいいヒュー、これまあまあ人気してたのね、これ。13頭しかいないんで、いきなり秋葉原も困るんですけどね、渡瀬という手間、そうですね、そこもちょっと気にしながら頑張りますっていう、今日面白いネタ用意してますかって、毎回言ってるけど、これすべてフィクションだから、ネタじゃねえからってまして、これなぁ、半妙がもういるから、これでもう体力使ってしまうねんっていう、さえなければ次クラス上がってくれるのかなっていう、これ、ね、名数で不安不安あれだわって、これ、不安不安あれだわっていう、な、普通に言ってる、なんも問題ないよ、これ、マジで。エースな補充と関係ないレベルの球。いや、これは相当響いた、ぶっちゃけ。ただ、もう半妙がさ、逃げすぎなんだよ、これ。バカマジで。てか、ここにいる馬は大丈夫、これ。これも大丈夫みたいな、そうそう。半妙はキモい、また CM って、ちょっと半妙決めんだよ、マジでっていう。っていうとこあるんですけどねっていう。そうそうそう。ノンフィクション一緒だよ、これ。くっそ、マジで。もうここで終わってるっていうね。もうここでほぼ終わってるって、この状況が悲しいよなっていう。昔だったらこの辺まで持ってた。不良馬場だったら、もうそれも出なくなってるっていうところで、ちょっとお気づきくださいっていうところはあるよねっていう。フィクション会あってもいいよ、もうフィクションで。何なんだろうな、これは。おかしいよな。なんでこうなるんだろうって。マジで。演技じゃねえよ、これ。まあ、演技見えるかって、まあ、金がどんどん減ってくんだけど、これで。マジで。わかるかよっていう。まあ、もう全然馬が違うよねっていう感じで。もうずっとしのかれましたみたいな。7番。半妙3着。半妙3着だったら上がるから、次クラス。ぜひ上がってほしい、マジで。ここね、早くお帰りみたいな。そうそう、早熟だったんだろう、ピークが低いレベルで、ほんと低いよ、マジで。どんだけ低いピークやねんっていう。兄弟あんだけ走ってるのにさ、金捨てゲーってどんなゲーだよ、だから、あれ、広げるのがいいわっていう。さっき3コーナーの向上面で終わってたからっていう、最近、本当ね、マジで3コーナーで終わったのが、まあ 3.5 コーナーぐらいまで頑張ったみたいな、金減るなら引退させたらいいんだけどっていう、だからそこを中長期的なバランスの中で今、時期を探ってるところだろうがっていう、それ、体だろうっていう、後ろを振り返ったねっていう、中田ジョッキー、あれはなんか、体の体勢直すための癖だよ、そこは全然問題ないっていう、逆境ないってあったな、なんか、逆境をもろともせずみたいな、もろともしてんだけどね、マジで、もう潰れそうだけど、マジで。いい加減にしてくれよっていうレベルだけど、ただ絶対もうこういう買っちゃいけない馬リストをナンバーワンだよなっていうのは、それはもう今後に生かしていこうっていう、だそこは気をつけようねって、気をつけようねのレベルじゃねえだろってなるけど、まあ多分半妙これでもう別のクラスっていうのはペーポーペーってこれ寂しい音楽、半妙がこれで多分人気どころは全部これ言ってくれたから、これが全部ね、昇級で、あとも待たせて頑張ろうみたいな。それでもいいかなっていうね。後ろ馬の邪魔をしないように後ろを変えまくる馬の実力小すぎる。いや、それね、毎回だから。毎回だから別に永田君の癖だよっていう。これひどかったよ、マジで。頭から落馬して、しかも踏まれてるからね、その後。で、もう中島ジョッキーも落ちるし。マジで右除骨多発骨折、右閉鎖性外傷性血気、右閉鎖性肺挫傷、左膝部打撲傷、左大左肩打撲傷、歯の欠損、マジか、大丈夫これ、前歯とかなんか折れちゃったみたいな、ということで、ちょっと残念でしたっていう、直骨、和骨ってことで、ちょっと怖いねっていう、ひどかったよ、あれは、マジで、まあ、命まではね、別用なかったっていうことらしいんで、まあ、よかったけども、ビジルが壮大、まあ、確かにね。馬も本当に完全にマシやってたから、木村ジョッキー乗ったものはね、もうかわいそうだったわ、マジで。肋骨面とかいいだろう、伝われば、マジで。おのおの読んだらいいじゃん、みたいな。敗北の BGM とかなんかね、なんか、まあ、次も頑張ろっか、みたいなね、午後の敗北の BGM の場合は。あったけども、まあ、こんな感じで。なんかなもうちょっとやれると思ったけどなっていうマジで、不良ババだよっていう、ババがちょっと感じじゃないっていう、木村騎手はヘルニアから戻ってきたばっかりだけど、なんかもう、平原じゃないわ、まあ、平原ジョッキーもね、復帰していますけど、なんだっけ、あれ、パッてこう、河原さんじゃなくて、新しい先生のとこで、なんだ俺、ちょっともうボケか、これマジで。ちょっとこの一覧で見てみよう。おい、ちょっとこれボケかな、マジで。ちょっと名前が出てこないんだけど、あんなリーディングジョッキー。下原さん、そうだ。下原さんだ、忘れた。下原さんは、あんだけ絶好調なのにっていう。マジで。ちょくちょく表示される深夜のバカ力で笑う。あ、そうなんだ。ちょっとよく、なぜこれが出てくるかよくわかんないんですけどっていう。松尾の下はいつも折れてればいいのにな、そちんだから女よこわせられないしてバカ野郎もいつかは殿下の宝刀抜くとくるような電光石火の地域みたいな、これ。田中ジョッキーだろ。いやいや、田中ジョッキーも、腰やってしまったって、さっき入ってなかったけどね。なんか、普通に避けるとき、ちょっとスローが入ってなかったっけ。ちょっとあんまり何回も繰り返すのあれだけど、ちょっと後半の方だけやろうか。これスローが入ってないか、スロー入ってないかわかんないけど、これね、ここで田中直近に注目だ、これ。ちょっとこれはちょっと忘れたか。ほら田中直近、これね、ちょっと見えるかわかんないけど、これ普通にキザしてるから、これで腰やっちゃったみたいな。大変よマジで。脳梗塞かって、まあ確かに俺も本当になんかもうそのうちぶっ倒れるんじゃないかみたいな。下原理一強だな、吉村騎手に馬も回るかっていう。なんかね、下原さんやっぱり新しい厩舎とのコンビ最強だなっていう感じはしてるね。マジで。もうこれはちょっとやっぱり揺るぎないなっていう。そうだろ、最強コンビだよ。松田賭博で辞任しないのは部下のミスのたび金取ってるわけねえだろっていう。まず部下がいねえわっていう。ぺったんこうみも気持ちよくさせられないだろ、そんな措置に。バカだな、いいかも。時が来たら、殿下の宝刀を抜くんだよ、マジで。脳ある鷹は爪を隠す。そういうこと。田中学ぶ今日のって。あ、そうなんだ。まあ昨日の、ちょっとなんか取りやめは、まあ問題なしって感じか。そういうことで、まあちょっと大した、成績が収められない55ですが、まあ、今回ね、ちょっと頑張ったっていう、その会社の嫌われ者だろうっていう、まあそれは別に僕嫌われ者ですかって聞いてないんで、あんま認めないんですけどね、中田騎手、今日も勝利か、この質が良くないですねって、まあ確かにね、中田君、なかなか、まあ、厩舎、野田忍厩舎だっけ、所属。まあそういう意味でもチャンスからなかなか回ってこない厩舎もね、調子いまいちなんで、っていうところもあるからね。まあでも小5だから、運気が向けばね、パタパタっといくよっていうのは、なんか周りの人が言ったけどね。脳がないから爪を見せまくる。ますのってね、もうむき出しですかっていう、脳内ますのはハゲを隠す。ハゲは隠します、これ。ね、タオルくださいみたいな。また雨降ってほしいね。まあね、ほんと、まあ雨降らなれば、まあ多少こうは向くと。いうところはあるんで、そこはまた、そこ狙ってほしいなと思うけどね。明日名古屋で活劇機と出るね。なんて昨日前葵なんだろうっていう。いや、もともと乗ってたからじゃないかな。確かにね。まあいうことで、ちょっと早々に、ちょっと、都合の悪い高校はこれぐらいでみたいな。鴨宮騎手も入着だけ増えて苦戦してるなっていう。なんかね、まあもう、下原ジョッキーがね、もう一人勝ちみたいな感じ。もうリーディングした走っていう感じだよね。まあ、特に、河原さんは、元気だけど、他の二人がね、全然ダメやし、みたいな。ちょっと見ようか。まあ、明日ちょっとね、これ名古屋、明日だっけ名古屋大商店もあるし、で、ペガサスカップもあるしみたいな感じで、かなり盛り上がるんじゃないかなっていう。今の姿のまま街歩いてください。きっと面白いからって。すっぱだから、マジで。全裸だ、すぐ捕まるわっていう。これ。まあね、新春ペガサスカップが、ちょっとまあ、もともとあった時期、1ヶ月前か、2ヶ月前か、が取りやめて、まあ、ちょっとこれずれてここに来てますよってことで、まあ、それがね、どう出るかって感じなんだけど、昨日こないだ君2勝して、今年早くも受賞。あ、そうなんだ。ね、調子いいよねっていう、明日名古屋プロバイドのライバルだから注目だね。まあ、いうことで、ね、また、中1周で挑戦ってことね。これぐらい、健康が唯一のね、まあ、取り柄ってことで、マジで、皇后は。そこだけ認めてやってくれっていう、このね、活劇機動って何なんこれ。急に出てきたよね。なんでこれ急に走り始めたんこれ。今まで全然走らなかったでしょ、これ。まあ、全然ってことでもないけど、これ急になんか足、1.7 秒とかちぎってよ、マジで。これ何なんっていう。これ、謎なんだけど。急にどうしたみたいな、これ。まあ、サシとかね、まあ、名古屋で言うと珍しいっちゃ珍しいけど、松原の行きつけの風俗どこですか？童貞はどのように卒業されたんですか？金ですかっていう。まあ、行きつけの俺、まあ、風俗というか、まあ、愛のないセックスはしないんで、マジで。だったら俺、童貞まあ、突き抜くみたいな。そういう、スタンスでおります、みたいな。馬体増えて走ってるな。ゲイだったんじゃね？適当っていう。どういうことやねんっていう。馬体、あ、これか？あ、そうなんだ。489ね、立派な馬体してるよね。まあ見たことないんだけど。スパイキュール3区で。まあ、ボバなんで、すぐに当たるって感じはないけども、まだ走らせるのかっていう。いや、走らせますよっていう。それはまあ、新馬とのちょっと入れ替わりぐらいを、まあ、想定してみたいな。まあ、個人的にはもうちょっと正直もう、辛いっていう感じはするけどね。三本騎手、元騎手、騎手試験不合格。調整ルームでデリ呼ぶようなやつはダメだって。デリ呼んだのあれ、マッサージ呼んだってあれ、デリなのあれ。それちょっとひどいよねっていう。まあ、ミカポンね、技術はもう一流なだけね、競馬関係者よく言うから、なんとか戻ってきてほしいってあるけど、まあそこ悪すぎるともう正直どうにもならんよなっていう、ところあるからねっていう。活劇機、なんかいきなり活劇機時と、この実況泣かせたんだから、活劇機時とっていう、活劇機時と、10回ぐらい言わないとこれちゃんと言えないな、活劇機時と、まあ、金亀ハーチに持ってです。まあ、スパイキュールちょっとどうかわかんないけど、ゲット的には全然ね、まあいいんだろうけどね。まあ、ちょっとね、謎だわ。ここで、まあ、当然注目は蓬莱マリンって感じになると思うけどね。こいつがまあ、どんな競馬見せてくれるんやっていう。スマイルベトベト、スマイルハゲハゲっていうのは別に真似しなくていいからね、そこは。そう真似しなくていいからっていう。あとはどうなの？別にまあ、見るとこね、そんなにないかなっていう。まあ、リンは前勝負決まってるよね、と。こいつはちょっとわかんないな。まあ、これぐらいか、チェンジ。これかな？これか。これも逃げか。この辺の3番手になるんじゃないかなっていうね。昨日のコーチ、藤田七子参戦もハルララブームの観客数に勝てる。あ、そうなんだ。まあまあ、それはね、馬の方の人気を取ってくださいよって。まあ、藤田七子1回しか来ないしね。まあ、盛り上がってくれることはいいことですっていう。玉の反省会じゃ、尺の半分も回らず。まあ、ちょっとね、正直、まあ、次も中市で行くしかないっていう。ただまあ、俺は、なんかね、いつか午後も、もうこんだけ猶予あるんだから、やってくれるよなっていう。期待は持ってるよ。薄いかもしんないけど。そこはもう村主として捨てちゃダメだと思ってるから。蓬莱メガ、ホワイティ、ベロポモロドね。だからこれ、ベッドボモロはね、ちょっと勝ちきれない感じだよね。まあ、はまればっていう感じはするのかもしんないけど、もうずっと2着だもんね、これ。だから、まあの、距離伸びた方がいいと言われながらも結局、1008でダメだったし、まあ今回1004に戻ってどうなのかなっていう。まあこれでね、勝ち切ってるから、まあいいっちゃいいんだろうけどね。まあちょっとわかりませんねっていう。きときとこんな決闘ですね。キャンセルドということでね、今モードで、許可しますっていう。MU。そうそうそう。あとはなんだっけあ、ちょっとごめん。コメントがずれた。ライバル牝馬ね。そうそうそう。メガホワイティ。これか。スプリングカップ。なるほど。キャプテントゥーレか。ね。新種牡馬だよね。ああ、でももう安定してるね。まあ、これが後ろから来るかなっていう。オレツの前で、ベッドの前で、やるのかなって感じよね。そうそうそう。ガーランドは C1 上がったけど来週使うのっていう。まあ、来週は使わない。そうそうそう。ツイッター、何これ、これ、見てみよう、これ。昨日、会社近くの琉球銀行で具合悪そうな方がいたので、辛抱してあげましたが、なかなか起き上がれず、かなり重い方でしたので、あとはこういう方にお貸し買いました。ご無事に回復なされますように。ペッパーくんかよって、これ。ペッパーくんかよって、これ。そういう、関係のないっていうね、これ。競馬関係ないよ、みたいな。そうそうそう。活劇キトキトまあ、これちょっと、ね、この3連勝はフロックじゃないでしょうっていう。まあ、葵ちゃんでもやれるよっていうところがあるのかわかんないけど。なんだろうね。この急に走り始めるのはなんだろうっていうのは正直、わかんないんですけど。まあ、牡馬だし。まあそこまで思わないけど、ちょっとまあ将来はね、当たるだろうから、気にはなってますっていう。ね、差しだったら、まあソーダの方がもっといいだろうし、まあ牡馬混合として出てくるのであれば、まあ将来やることになるかなっていう。そうそうそう。まあ、だからメガホワイティとベッドポモドロードの前で、まあプロバイド。で、その前に蓬莱マリーンと、まあもう一頭なんだっけこれか。チェンジイット。まあこれは出てくるかどうかちょっとわかんないけどね。まあそんなもんかなみたいな。午後も急に走り始めるかもっていう。まあないっすね、それはね。現実的にないかなっていう。ただ、チャンスはゼロではないよねっていう。ガン速使ったっていう。何の話やねんみたいな。それはそう、ともかくさ、これを見るといつも思い出す。シャイニーネームパイセンはどうしたのこれ。シャイニーネームだっけシャイニーネーム。シャイニーネームパイセンは最近元気みたいな。そうそうそう。シャイニーネーム、元気ってことでね。相変わらず、この強行ローテ。すごいなっていう。まさに鉄人。もう中11とか空いたらむしろ空きすぎなんじゃないかみたいな、思っちゃうレベルの、まあ、使いまくりングってことで、すごいね。まあ本当にホースケアって感じで、よく馬潰れないよねっていう。そうそうそう。まあ伝説、今でもね伝説のこれ、はい、中3日4日。これ多分今後もそう破られることはないだろう。中央競馬の歴史に名を残したねって中4日。あ、ちょっと見えないか。これね。これ中4日か。どれだっけ。あ、もうちょい下か。まあ、これは、今後のね、歴史にも、名を残しますよ、これは。皆様ね、よく覚えておいてくださいっていう。そうそうそう。午後のデビュー戦勝ったヒッポグリファー、笠松に移籍した。あ、そうなんだ。ジャンプ系だよね、あれもね。ヒッポグリフどうなったんだろう、その後ちょっと見てみようか。ヒッポグリフ、またちょっと飛んだ。ちょっとコメント飛びましたってことで、全然ケアじゃねえじゃないかっていう、まあそうなんですけどね、昔からですよっていう、そうそうそう、ヒッポグリフ、まああんま振るわないよね、ジャンポケこうなるとちょっとね、正直、怖えなって感じはするんだけど、なんとホースケアさん、チーズって感じだ、これ。ホースケアさんチーズということで、こちらもホースケアのグループでしたっていう。まあ名古屋ね、難しいよな。園田がダメで名古屋行っても正直そんなにね、激映って感じしないよねっていう。そうそうそう。なので、まあ、行くんだったらやっぱりね、まあ、55でも言ってるけど、まあ、佐賀とか、高知とかってさ、高知も最近レベル高いからね。そうそう。松山もあの世に向かって急に走り出せて、なんで前倒して死ななあかんねんっていう、これ。まだまだ働きますよっていう。そうそうそう。デビュー2連勝で終わりか。まあ、そういうことね。だからこれは、非常にマネさんとしても判断がね、まあ、難しいところ。まあ、プロバイドも一回こうなりかけたから。だから本当にそこはよくね、立て直してくれました。飯田先生ありがとうっていう、とこだよ、マジで。だからちょっと本当ね、来年のシンバは、この辺ちょっと注意しなきゃいけないよねっていう。怖えよな、マジで。ノーサンテイスとか、近いんだよな、血統的には。サンデー入れて、ノーザンダンサー入れて、みたいな。怖えよ、マジで。そうそうそう。サンサイバー、ホースキャンによる、馬主も松野との対局だよなっていう。まあどうなんだろうね。でもそれでも元気、まあ続けてもらえればみたいな感じなのかもしんないし。そうそう。いつ馬肉に55の馬刺しは提供されません。君はとにかくコストコへ行って肉買ってこいってマジで。ここ行っても、配給回ってきませんよっていう。ハーツ中軸席で早熟なんでしょうか。いや、ちょっとね、わかんない。ここは、どっちかっていうとジャンポケがね、色濃く出てんじゃないかなっていう、俺、まあそういう感じするんだけどね。牝馬で栗毛で、ジャンポケでっていうと全く一緒だから、正直怖いって言ったら怖いんだけどね、マジで。馬体重どれぐらいだっけ、ヒッポグリフって。445か。最初強かったんだけどな、これ。最初強かったんだけどなっていうね、マジで。まあうちの、今のね、ジャンポケの馬の方が、まあ、若干馬体重は上だと思うけど、いやー、ちょっと怖いわ、マジで。何が踏み違えちゃったのかなっていうのはあるけどね。ちょっと投稿とかないんでわかんないけど、何を踏み違えたらこうなるのかしらっていう。まあ、ハーチチバブルガムフェローだけどね、うちの方は。その、まあ、ジャンポケにハーチチバブルガムフェローは、車内とかでも配合ある、よくある配合だから、それはそんな心配してないんだけどね。そうそうそう。ちょっと、怖いっす。ということで。まあまあ、でも、頑張ってほしいけどね。そうそうそう。55のホースケアにうろいろんな競馬場で見れるじゃんっていう。それだったら俺が持って、その競馬場に持っていくわっていう。ただもうなんか、無理かなっていう感じはするけどね。あんまりもう勝てないの分かってて、その、手当だけで維持していこうっていう、そういう考えであれば、多分ね、やめた方がいいと思うんだよ、俺。基本的には。だから、まあ、55に合う競馬場あれば考えるけど、ないだろっていう。てか、もう、どうなのレベル的にみたいな。まあ、佐賀なくはないかもしんないけどさっていう。そうそうそう。なんで、まあ、55に関しては、まあ、審判入るまでっていうところの期間で考えていく。まあ一応佐賀の路線も探りはするけども、まあ正直ちょっと厳しいかなっていうふうには思ってるけどね。そうそうそう。まあそうやな、この中、ちょっとこれスプリングカップ見てみるか。3月3日の。まあ一応これもね、プロバイド出そうかなと思ったけど、結果出さなくてよかった。今のプロバイドの状態決して良くないから、まあ本当ちょっとそこは欲をかかずに、馬主としてね、しっかりと、やるべきことに集中できてよかったなっていう、名古屋の3日、優勝レース、スプリングカップ、これか、これ見てみようか。ゲートイン完了。スタートしました。バラッとしたスタートになりました。先行争いになります。まずはスーッと間から往来マリンが今日も先行策2番手3番手8枠にとハイジャ先天板片付けました。その後ろからは活劇ときとなります。これからスタンド前に出てまいります。予想通り今日も逃げるのは4番往来マリンと乙秀リードは2馬身。絶好にハイジャが2番手につけました。3番手は先天板下です。インコースに活劇きときと、その後ろにはメガボンティが来て2馬身切れました。私を見てね、1コーナーインコースにはプリンセス聖子控えております。並んで黒潮育ち、後方からは1番ナイスガイダバー。そしてこれをかわして証券が上がっていって一番外に勝ち3打は後方待機策で向こう上面に入ってまいります。短期蓬莱マリンの逃げリードは2馬身です。これをマークするのは8枠2頭ハイジャ前転バンカであります。一気に前に並びかけていきました。その後ろからは活劇キトキト600を通過メガポインティであります。さあペースが上がりました。ちょっと考えられないのが譲りません。先頭は蓬莱マリンです。ハイジャそして内から活劇キトキトが追い上げて400を通過していきました。その後ろは千点バンカであります。さあ逃げる、蓬莱マリンが逃げる。これを追ってきたのは活劇キトキトであります。その後ろハイジャは現在3番手、4コーナーから直線へ蓬莱マリンが粘っておりますが、活劇キトキトこれを捉えるか。その後ろ3番手は離れてハイジャ捉えた5番の活劇キトキトだ。活劇キトキト3連勝で初タイトル制覇ゴールイン。普通に強いよマジで。5番の活劇キトキト差し切りました。3連勝初タイトルスプリングカップを制しております。安城大畑正明騎手。逃げた4番蓬莱マリンは2番手。あと10番ハイジャ3番手。第10競争スポーツ日本賞第41回スプリングカップ SP1 1600m11 頭で争われました。まあ参考ですね。こんな感じで。どうなんやろう。駅とは昔茶色って。あ、そうなの？ちょっとよく何のことかわかんないけど。まあ、蓬莱は、まあ、牝馬なんで、直接、まあ、こいつビグラスか、しかも。ビグラスで、馬体重437。まあ、そっか。まあ、あんまり、いい感じのビグラスじゃない方だけど、まあでも牝馬だからね、結構走るんじゃないのっていう。なるほどな、こんな感じで来てるんだ。まあ専用の方が合いそうだもんね、蓬莱マリンは。これは全然強敵ですよ。まあ、相手に不足なしって感じだよね。ぶっちゃけ。そう。こんな感じ。こんな感じ来てるからね。まあちょっと1008とか1006とかになって、若干パフォーマンスは落ちてるけども、これね、1006で3着とか。ただ今日の1004ではほぼ負けなしだから。まあ、相手に不足なしかなと。そう。名古屋で32秒とかか。まあまあいいよね、これ。この馬場で。まあ圧勝だからね。これまり。これはちょっと要注意やね。明日のレースもこれちょっとマークでってことで。活躍キトキトはよくわからん。あとは、レッドはね、もう一回やってるから、こいつは強いよ、マジで。ただちょっと勝ちきれる感じもするから、まああんまり前バチバチやった場合は、こいつ突っ込んでくるかもねっていう。あとローテが結構いい感じで回ってきてるから、その辺が、まあ有利に働くかなっていう。これ何メートルだっけ ?1006 か。あとは、まあ、ここ出てないけど、なんかハイジャーとかも出たんだよね、これね。蓬莱マリンのこのなんだっけ。スプリングカップで、ハイジャー。これね。ハイジャーが3着か。こいつが一番人気だったんだね。結構これ、でもね、なんか最近ちょっと何やってんだよって感じのレースが、これね、結構強いね、評判も良かったのに、どうしたみたいな、地元ちょっと残念みたいな。感じは、まあ、言ってたけどね。はい、じゃあ。千辺バンカ。これが兵庫の馬か。千辺バンカが5着と。まあ、これ一つの指標になるよねっていう。千辺バンカ。2番人気だったのか。1、2、3、4、5。千辺バンカが5着。その千辺バンカじゃどうかっていうと、こんなもんよ。こんな感じ。まあでも AB 勝ってるし、なんだろう。千辺バンカ、これ、今、園田だよね。もともとあれなんだ。もともと、難関でやってて、で、転休して、園田ってことね。そうだ、一生。どうなんだろう。まあ、普通に強いよねっていうぐらい、これ。まあ、やったことはないよね。明治に競馬の園田が新人の藤田七子を呼ばないわけがないっていう、まあ、多分候補とかは必死に呼ぶ理由を考えてますよねっていう。まあ、俺の馬に乗るって言ったときは、ちょっと考えないでもないけど、まあ、基本やっぱり、成績重視なんで、あんまその甘いことはないよみたいな。まあ、これどうなん、強いのかっていうね。これ誰が言ったのこれ。ああ、こんなもんか。竹丸ビクター。なるほどね。まあ、このメンバーだったら、まあ、普通かなっていう。でも、まあ、0.5 秒、土屋先生ってことで、木村ジョッキー乗って、悪くはないけどね。で、2番人気で5着か。もうちょっと残念みたいな。なんで、まあ、どうなんだろうな。でも、蓬莱マリーンはちょっと強い気がするけどね。油断はできない。今度はこっちが遠征する側だから。そんなにこう、楽にやらせてもらうことはないかなっていうね。七子を待つのって人の馬の資格と引き換えない気がする。絶対許しませんみたいな。来なくていいですみたいな。これはまり、まあ、結構ね、かなり、さっと逃げるイメージ、あるから、まあ、そういう意味では、やりやすい、感はしてるけどね。まあ、ちょっと初めての競馬場で、農研がね、光る競馬できなかったから、パウン取れちゃって。まあその辺がちょっとどうなるかっていうのはあるけども、まあ基本的には活かせる感じ、になると思うけどね。3着の時にハイペースで逃げたビューティーとケンシティの馬には先着してるっていう。3着の時にハイペースで逃げたビューティーとケンシティの馬には先着。あ、そうなんだ。どっちがどの馬のことかしら。ちょっと待ってくれ。千編番か見てみようか。千編バンカーの時の3着、これかな。ああ、なるほどね。ビューティーがぶっ飛ばしてっていう。と、あ、研究幅、これ飯田先生の方がね、には先着。研究幅でも最近勝ってるんじゃなかった。これか。これ結構ね、強かったって言ってたみんな。ね、飯田先生とこの新たないい馬ってことでちょっとライバルですよね、みたいな。これ、には先着してたと。千編バンカー。まあ、浅草セイラー。これもね、ちょっとなんかよくわかんないよねっていう。急に出てきたよねって、浅草セイラー。まあ、この辺そうだ、面白いよねっていう。これね、この1着。まあ、この辺、まあ、ちょっとわかんないよな、この辺の相手関係は。オールブリッジもね、もともとやってたし、ACC 診断もっと上じゃなかったかなっていう。キサナドゥなんて言ったらもうちょっとね、ライバルかなと思ったのになんか急に下がってったよねっていう。だから難しいんだよ、ほんと。競馬。マジで。俺も我慢してさ、まあ、プロバイド大事に大事に使ってるけど、やっぱりこう使いたくなるじゃん、こうやって。特に走れないと。まあ、それがこう、悪い方へと行ってしまうとねっていう。スタート前けど位置取り下がってしまうのがどうもっていう。あ、そうなんだ。千編バンカーね。まあ、どう出るかな。まあ、千編バンカーとはね、あんまやることはそんなないから、まあ、地元だし、ね、お互い頑張ろうぜみたいな感じでいいと思うけど、問題はだよ。ホワイティさんですよ、ホワイティ。ホワイティちゃんなんだっけ。蓬莱マリーンだよ、蓬莱マリーン。蓬莱マリーンが、どんなもん、まあもちろんね、つつきまくって、まあ、直線で潰しに行くんだけど、そのパティーンでいけるのかなっていう。このレースやったら多分ね、俺、活撃キッドに刺されたと思う、多分。だそこはいかなくてな、ほんとね、運いいんだよ、プロバイドって、マジで。で、次のレースもちょっとどうやって使おうかって迷うとこだったから、赤岡が、なんだよこれ、感じ読めないこれ。ハークレー対象店で勝ってしまったから、大垣くんの馬がまた手を離れたなんて、あ、そうなんだ。ハークレーなんだっけ。ハークレーなんか、Aシンクレアダメだったんだよね。3連覇ならずっていう、上の米、七子騎手のことですけど、スタートは甘いけど、あ、そういうことね。まあ、まだ新人だからね、ちょっと正直最後の追い方見てても、おいおい大丈夫か姉ちゃんっていうね、感じで、まあ、多分あのレースは JRA が何としても勝たせたかったんだろうけど、まあ、ちょっと、まあ、お力足らなかったかなっていう。まあ、1年見てみて、通算でどれぐらい勝てるかっていうのはちゃんとね、見た上で、やれんのかやれないのかっていうのは、しっかり見てあげる必要あるけどね。そうそうそう。まあまあ、戻るけども。まあ、明日のレースは、まあ、その辺もちょっと明日のレースもね、また、明日時間あればちょっと見ていきたいんだけど、まあ、こっちが戻るか。まあ、ちょっと自分の馬の出てるレースじゃないんで、そんなまあ全力って感じじゃないけども、蓬莱マリン。こいつの動きには要注意。あとは、活劇キトキト。キトキトくんが、まあ、どれぐらいのもんなのかと。前走この 1.7 秒圧勝は、まあ展開が向いたのか、それとも、ね、実力なのかと。まあこの馬体はね、489非常にいい馬体してるし、金亀持ってるし、スパイキュールだしってことで、まあ全然文句ないんだよ、むしろね。だからまあ、ね、どこまでやれるかと。葵ちゃん乗ってるし、大畑くんどこ乗るのこれ。あ、こっちか。北のアドラーブル。っていうことはこっちの方がいいってことなのかな、これ。これね、っていうとこれちょっと牝馬なんで、こいつも見とかないとわかるよなっていう。そうそうそう。ね、あ、また、中央の転入組か。圧勝。まあ、ちょっと、ちょい負け。圧勝か。こいつもちょっとね、かなり強いんで、名古屋ね、そんな簡単じゃないねっていう、感じはするよね、こう見たら。そうそうそう。多分、俺の感覚で言うと、キトキトは、を蹴って、こっち選んだんじゃない？大畑ジョッキーが。大畑で合ってんのこれ。大畑？大畑。ちょっとわかんないですけどね。そうそうそう。いや、多分、2番手か。まあ、これの横につける感じだと一番ね、プロバイにとってはいいんじゃないかなとは思うけど、どうだろうな。いや、意外とこれちょっと、牝馬路線、名古屋特にレベル高い。まあ、そうだね、そうでも今ないんだけど、あんま牝馬ね。結構強いよねっていう。木村が倒れたから、今なら、覆面育成、騎手参戦しようぜっていう。誰をその覆面かぶせるんだよっていう。だ木村ジョッキーだ、骨折してるだろうっていう。そうそう。ベーカーバードとか名前で買い控えたい手法だな、タートルボールとか。いや、ベーカーバードはね、ダートいけるし、でかい、あ、これでもちっちゃいな、これ。割となんか、ダートいけるってイメージあるけどね。まあ、セキュリティに買いたいとはもちろん思わないけど。タートルボール芝かな。でも高いよ、タートルボールはね。そうそうそう。プロバイドとシンバの最新情報ないのっていう。プロバイドはまあ、引き続き農研をまあ、とりあえずクリアしましてっていうところまで。その後はまあ、やっぱり馬体がちょっと、しぼんでるんで、そこを一生懸命戻していこうというので、頑張ってますっていう。シンバに関してはね、またちょっと改めてなんだけど、やっぱ、サウスビューラスの方が、もうちょっと何なんだろうな、スマイネル軍団のこの、ボバの気性の悪さ。超気性なんて言われた。だから特定の人しか乗れないみたいな。だからまた嫌な予感がするんだけどね。そうそう。今来たプロバイドの実はない。プロバイドの実は変わらずよ。ツイッターでも出てる通りよ。リアルタイム検索を。スマイルプロバイドと。こんな感じか。これね。こんな感じで。はい。あ、これなんだ。登場までか。登場まで、こっちか。まあ、こんな感じで。前走で重賞発生した、ってことね。名古屋の若草賞31日。まあ、こんな感じですよっていう。まあ、ちょっとね、マイナス5キロだったんで、農研の馬体重が。それ旧ベーカーバードコマンダーって芝も良さそうっていうね、本当に。だちょっと、まあ、不気味だよねっていう。そうそうそう。もう、なんだ、缶中目だよ、これ。1000馬多分抜けませんけどって、あ、新馬か。まあ、ちょっとそこは、あまりにもね、早すぎると、使い始めも遅くなっちゃうんで、まあ、ちょっと何層かやってみてあかんかったら、まあ、それも考えるよっていう、そうそうそう、玉の長い目にね、はい、分かってますってことで、うん、まあ、ちょっと使いながらね、考えますっていう、うん、猛烈に劣行と、まあ、希少な、まあ、希少なんでも、まあ、いろんなタイプね、もちろん、名馬でも希少なの、まあ、いっぱいいましたと、うん、それがレースに向いてくれればいいよねっていう、うん、ところが、まあ、思ってる、うん、とこなんで、まあ、馬体重は非常に、いいもの持ってるんで、もうその希少がレース向けば、もらったなと、最強やなと、うん、いう感じだと思うけどね。うん。いうことで、こんな感じ。うん。まだ少しボケた感じはあるけど、今日の人を置いてくないと、自然のようだって、っていうことです。はい。あとは読んでくださいっていう。そうそうそう。まあ、必ずしも順調ではないけども、うん。まあ、ぼちぼちやってるかなっつうとこかな。うん。そうそうそう。うん、なんで、まあ、ちょっとここの、でしたいね、ちょっとこの、気になるのやっぱり、うん、君の、あ、違う、どっちだっけ、うん、これか、北のアドラーブル、うん、と、まあ、こいつもどうなんだろうな、これ、うん、君のマリア。名前はいいよね。うん、名前はいいなっていう、そうそうそう。うん、何、バカにしてないからだから、もうちょっと全部別に呼ばなくても、字見たらわかるよね、みたいな。うん、まだ少しハゲた感じあるけど、どういうことなんだから、ハゲは俺じゃねえからっていう、そうそうそう。なんで、ちょっとこれ注意。うん。これですね、ちょっと不気味。うん。で、キトキとか普通に沈んだら、ああ、まあそういうことですかって。まあまあ、正直ね、ボバなんで、まあいいかなっていう。うん。だから蓬莱マリン、北のアドラーブル、あとは、なんだっけ、まあベッドね。うん。あと、君のマリア。まあ、この辺まで。うん。まあ、あとは、キトキトくんが、まあ、ボバだけど、まあ、どこまでやるのかなっていうところは、うん。だから、名古屋、愛知、うん、愛知、岐阜、まあ、笠松、うん、結構、牝馬の層厚いよね、マジで。うん。毎日何本抜けてるって知らないよ、これ。もう1000本ぐらい抜けてんじゃないこれ。なんか、見るたびに、おい、こんなに俺ちょっと、生え際多いみたいな。うん。生え際、もうちょっとなんかそんな、全身全速進めだろうみたいな、交代してどうすんねんみたいな、そうそうそう、っていうのはね、感じますよく。はい。まあ、ただそれ言っても仕方ないんで、うん、そうそうそう。まあ、それよりも明日のこのレース、うん、まあ、ライバル馬、まあ、分析的に言うと、うん、信州ベラサスカップね。うん。でも、こっからだと、中13日、うん。中13日だよな、これ。うん。31なんで。うん。だとね、どうなんだろうっていう。まあでもまあ、普通かっていう。うん。30度線ハゲっていうね。まあ、そこ超えたらなんか国境変わりますよみたいな。昔なんか、資本主義と社会主義の境目ですよみたいな。そういうことはねえからっていう。そうそうそう。うん。まあね、まあ、蓬莱マリンは強いと思う。ね、これの逃げっぷりと、まあ、それに対しての、多分、まあ、大畑ジョッキーの、乗り換わりを見ると、勝井キトキトよりも、この、まあ、強いとされる、前走ね、蓬莱マリンに先着した、キトキトより強いとされる、この北のアドラーブル。この2頭は、もう目が離せませんと。で、一回やっぱりね、僅差だったベッド。うん。まあこの辺もね、どこまでやれるのかっていうのは、しっかり見ていかなきゃいけないなと。うん。てっぺん来てるっても、見てねえよだから、なんかもうね、全般的に薄い。うん。全般的に薄いからね、あんまもう言わない。言うと気にするとどんどん来るから、マジで。うん。これがまあ、気になりますと。だからここは、また明日ね、まあ見ていこうかなと。まあ、あとはこれか。まあ、こっちはまあ、正直ね、関係ねえって言ったからけど、うわ、すげえな、これ。うん。またね、まあ、外人が持ってくんかなっていう、とこだけど、あ、下原さん乗ってんだ。そっか。うん。新しい旧車、下原ね。ジョッキーっていう、まあ、さっき言ったコンビを、うん。アロマティックっていう。うん。ねえ、これ。もう、園田連勝中みたいな。うん、頑張ってほしいな、これね。まあ、なかなか中央相手には難しいかもしれないけど、うん。大坊騎手っていう、うん、誰ですかっていうね、これ。そうそうそう。うん、だここ、うん。まあ、下原直帰と新しい調教師のね、先生のコンビっていうのはもう園田ではナンバーワンなんで今。うん。1000馬なんだ、これ。うん。ジャンプ系に、まあ、3連覇だっていうのは基本的に走るっていうところだよね、これね。うん。これはもう非常に勇気湧くよねっていう。うん。漁夫のりメガホワイティっていう。メガホワイティ。まあまあ、このレースがね、どういう感じになるかっていうのはね、ぜひしっかりと分析はしていきたいと思うんだけど、うん。まあ、うん、プロバイト、今までね、いろんな不安を打ち勝ってきてから、うん。まあそこはそういう相手なりにしっかりやっていけばいいんじゃないかなっていう。うん。この辺っていうのはうん。ああ、でも強いよな。この辺、もう人気の中心この辺だよね、これね。うん。なるほどな。死に身にもまあ走るよね、これ。うん。そうそうそう。まあちょっと重賞、私有ステークス勝ってる馬が来てるよっていう。うん。これちょっとやれんのかっていうね。そうそうそう。8万いる機会を何回も捨てて、放牧出して、馬体重が減って帰ってきたって、ただの寿命と走る機会を減らしてるだけだろ、ハゲっていう、どういうことやねんっていう。いや、でも、そこは、やっぱり馬の、なんだろう、生命力的には回復していると思うから、うん、馬体重は減ってるかもしれないけどね、減ってるかもしれないけど、減ったんだけど、多分その寿命的には、俺、そこ削らずに来れてると思うんだよ。ちょっとやっぱり、足元とか熱持ってたところもあるって言ってたから、飯田先生。うん。だからそういうのはなかったということで、俺は良かったと思うけどね。まあまあ、とりあえず明日の状況を見ましょうということで、はい、じゃあエンディング流します。てねってことでね、はい、ということで今日は午後の反省会でございましたってことでね、まあちょっとね、不良馬場で若干ね、いつもよりは頑張ったけども、やっぱ着外の6着と、しかも一番下のクラスでと、厳しいな、まあ、厳しい、まあ、これに関してはもうね、もともと馬が、まあ、やっぱね、馬がね、ちょっと弱いんで、まあ、そこはもう仕方ないかなというふうには思ってます。はい、なので、まあ、引き続きね、まあ、レース買いながら、まあ状況を守っていこうと、はい、思ってますということでね、もしまた次走、引き続き応援よろしくお願いしますと。はい。であとは、プロバイドの、ライバル馬たちがね、特に名古屋組、愛知、名古屋、愛知、岐阜か、の馬たち続々とね、ちょっと走って、しかも牝馬かなり層厚そうというところで明日、新春ベガサス賞かな、ありますんで、ちょっとその辺もね、様子見ながら、しっかりとね、月末の各社長の相手をね、見定めていきたいと思いますんで、よかったら聞いてください。馬の情報ツイッターで流します。配信情報ツイッターで流しますね。よかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。